最近 NCT テヨンの最初のメンバーとしての入隊ニュースが正式に発表されました。 NCT のテヨンは4月に兵役に行くと噂され、すぐにネッツの間で話題となった。プネットは NCT のテヨンが間もなく軍に入隊すると報じられた後、彼を称賛しサポートすることさえした。今日月曜日0318スターニュースの報道によると、テヨン NCT は海軍の軍楽隊に兵役登録する予定だという。 NCT のテヨンは4月10日に訓練を受け、国防軍事集団海軍で任務を遂行する予定だ。テヨンは NCT メンバーとして初めて兵役に着くとも報じられており、長兄のテイルは昨年8月のバイク事故のため入隊を延期した。テヨンは重い腰の病気を抱えているにもかかわらず、軍入隊を強く望んでいることが知られている。テヨンは1月に軍楽隊部門の応募面接も受け、ボーカル1ポジションを6人で争った。腰の病気を抱えながらも軍隊に参加した NCT のテヨンの粘り強さを見て、プネットが支援した。ネットズは NCT のテヨンを称賛し、兵役中も体調を維持するようテヨンにメッセージを送った。